こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は天才マナキ知らすいきましょう。天才の入部届と招き猫持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。七井くん、みやび、神宮寺、雷、能見で、なぎちゃんと、今んとこまあ一番強いデッキかなと自分の中では。これでいきたいと思います。早速いきましょう。まあこっち、まあ筋力いきますか。かなり引かれますけどね、走塁の方。やっぱ、みやびと練習してると体力の消費ダウンがあるんでね。で、マネージャー踏みたいけどいない。筋力。とにかく、手が空いたら筋力を踏む感じですね。来ない。お、いいよ。こういうの待ってますわ。あべひ。流し、いぶし。お、いいですね。さあ、いつ覚醒するのか。来た。頼む、千丸。ピコーン。コーンの全身を貫かれたような感覚。ふざけちゃいました。この多幸感、万能感。そうか。やっと理解できた。俺こそが、天才だったんだー。頼む頼む頼む。千丸ついて。はい、天ボン。さ、やっていきましょう。目指せ天ボン SS です。どんくらいいけるかな、天ボン。なぎ。これで評価いったかな。なぎちゃんと潜入いけますね。7位いく。ちょっと待って、取れるもん、まあ、ダイタブロック、ポールアシストいくか。ブロックはやめるか。体当たりか。満流とかいいっすね。あとはまあイベント周りと、もろもろの、お、これも行くしかないでしょ。いいやつ、早め。ナイスー。いいやつ確定がかなり大きいですね。まあいいでしょう。満塁男か。満塁、テスラ取れねえな。ムード取りますか。連打いいっすね。当たり肩神宮寺。ちょっと当たり多すぎて拾えないんだけど、気分やと、まあ、いいか。とにかく指導して天才なのでね。で、早めに、こう、味方のパワーを上げていきたいですね。みやび強いな。七井くん光らせますか、ここ行って、ちょっと、なぎちゃんの評価上げときますか。いいですね。経験点とコツをバンバン増やしましょう。早めに評価上げたいんだよな。さすがに体力きつい。精神来ない。7位行きたかった。なぎちゃん行きますか。
はい、フィッシュ。うん、いいですね。ノーミが走ると経験点多いですから。だいたい光ったらもう。で、バンプ高校に行こうかな。でもまだ1個も上がってないよな、多分。太平楽行きます。うん、これいけますね、50。ギリ。取れないの。月着寿司いきますか。はい。ちょっとでも味方のパワーを上げましょう。うん、連打。うわー、重ねちゃったか。まあ、いいか、連打なら。天才強いな、やっぱボンですけど。オッケー、ナイス、よく取った。負けたと思いましたけどね。やっぱ上を目指すにはまあちょっとリスク取って強い相手とやっていくしかないっすね。デートかな。あー、でもここ行くと2人行けますね。だ、練習できないからな。イベント任せにするか。よしよし、就職。そういうことを練習ができる。あー、普通に踏むしかないの。うん、逆境いいですね。宮城39。はい、粘り。守備職はもう一回かな。うん、打球伸び、大当たり。うわー、筋トレの方走ってほしいっすね。体力の最大値早めに上げたいっすね。農民に関しては。悪くない。66か。上げちゃってもいいけど、この辺でパワー飛行角ちょっと狙いますか。白くて無理だもんな。うん、ナイス、メンタル。自力で民間。肩61。無理だな、肩上げたくないからなって感じですね。もともと普通に阿部品をもらいましょう。はい、ささやき。オッケー。上り上しないっす。これミート行きますか。60まで上げられぬ。マジか。48行く気ないからな。まあ行ってもよかったかもしれないですね。まあいっか。ボンだから無理だろう。パワー上げられないもんな。いつかきっと。で、体力使いましょう。どうせ回復できるんです。
おお、メンタルでいっか。50入るしな。頼ます、ポイントください。よし、窮地、ナイス。強い、みやび。ナイス。うん、ポイント溜まってきましたね、徐々に。うわ、大凶。やる気が。やる気を吸われていく。58。代打取ろうかな。うん、流し打ちですね。ナイス、体力回復。やる気を回復させてくれ。だと上手い具合にこうブロックと耐えたり避けてますけど、そろそろ取ってあげた方がいいかもしれないですね。頼む、ぜぜ、よし、成功。やるの、しかもかなりくれた。かなり確定だってな。48、いけねえな。うん、なかなか補給が進まないです。キャッチャー1ください。パワヒでもいいけど。おー、素晴らしい。筋力、63。無理か。無理だけど行くしかないな。パワヒ効果どっちか。くれるな、確実に。これで最低限はいけましたね。で、駆け上り、駆け上りって勝てんの？ほんとワンチャンあるかないかだな。あー、北節にしましょうか。お、これは勝てるな。41で、流し。いくか。さすがに取ってあげますか。うん、速攻いいっすね。もうモテモテはついているので筋力をもらいに行きます。5番レフトだと。ラッキーボット。特能がかなりついてきましたね。お正月大凶だけちょっともったいないなっていう流れです。他は天本2の終わりには結構いってるような気はしますけど、どうなんでしょうね、実際。うん、よく勝てましたと。よしよし、3000点出てます。まだまだ戦えるぞ、3000なら。ナイス。7位先輩か。今んとこ外れ、てか外れないからか。引いてないからな。上り女子は置いとくか。うん、初級いいっすね。
うん、まあ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 いいでしょう、タイミング悪いけど。意外性いい、ナイス。よっしゃ、筋肉。うん、さよならもらいましょう。で、みやびちゃんの赤びっくりが来るかもしれないんで、とりあえず置いときます。ただ、青びっくりなんか来たら、もう取っちゃいます。これ、金、うわー、ダブルタックか。さすがにこっちだな。48。さよなら取りましょうか。取らない言ったばっかですけど。初級意外性、さよなら。うん。行くか。さすがにダブルタックする。強い。練習レベルも3ですからね。オッケー。パワー系欲しいな。70、85。うん。絶対いけないけどこっちでいいな。頼むぜ。頼むから片身打ちくれ。確かインコースってナギちゃんくれたよな。待ちっすね。だから51。まあ当てねえかも。インコース、パワーひどすっかな。競争心もまあ言ってもいいかもしれないですね。精神くれるしな。いや待つか。臨床系は行きたいな。チャージ、生還、生還おめえ。一回ならいいか。高速チャージを取りますか。内野安打なの。あとはのとなれ、山となれ、はい。うん、追い打ち。カキン、ナイス、固め打ち。うん、筋力は普通に踏みましょう。まだ終わってなかったのか。やっべえ、ロボ火取ったかな。ロボ火取ったかな。まあいっか。パワー、パワー火取るか。バンバン筋力がなくなっていく。レーザービーム、青いコツ、ナイス、レーザービーム。うん、芯はかなり強くなってきているはずです。 OK、 広角打法。うん、精神いきましょう。16か。いけるかな。いけないね。でも7位は用済みになっているのでデートにしましょうか。とにかく筋力にって感じですね。
うん、これちょっと強いとこ行きてえな。 SG 天空中央勝てる気しないんだよな。説得する。うん、普通に行っていいかな。やる気組もついて強かったっすね、普通に。重いけどもいいか、行ってしまえ。頼ます。正月ないんだよ、その分のポイントは。うわー、苦しい。きつー。これちょっときつくなってきた感じしますね。4600か、ない。うん、5000ぐらいは見込めたと思うんですけどね、この試合勝って正月ちゃんと来てれば。やめてー、不眠症。お、これにかける、チュンチュンにかける。いやー、頼ます。いやー、叶わなかったか。なかなかに厳しいです、ね、どうでしょうね、こんなもんだろう。とりあえずチームランカーはまだ C っていうのが気にかかる。4086か、86いかんわ。能見先生、いぶし銀がいいです。オッケー。うん、しゃあない。チュン、えい。うん、序盤はやっぱり指導しやすかったですけど、ちょっと能力伸ばしにくいですね、センスないと。シングルだったらデートにするか。3回目体力回復もないですからね。うん、強化はマックスか。金徳は終わりましたね。精神か、57。ちょっとずつ行かないときつくなってきた。待てねえ、いろいろ頼むわ。頼ます。チャンスないっす。勝った、かわいい。ちょっと守備が上がってきたな。41。筋力が上がらないと、ダイナの神様以外来たらきついな。レーザービームだったらまだいいっす。高い。うん、76、いけないかな。ちょっときついか。うん、ちょっときついっすね。デートにするか。
そう、上がんねえ。肩高い。もうささやき破りきついな。怪我しにくさ、左を早くください。それいい、外れた。行きましょう。いつも通りですが、筋力がとてつもなくきついですね。意識して踏んでても。どんななんでしょうね。 S 級ぐらいで終わるかもな。勝ちたい、なんとか勝ちたい。 OK。 うん、63、いけるじゃん。ソウル嫌だな。潰すか、辛いけど。そろそろ外せないぞ、マジで。リベンジ取りますよ。生還取る？いやー、無理。無理っつって。当たれー。うわー、早急。なんじゃこれ、ポイントが。行きましょう。お待たせいたしました。5番。ちょっとパワー足んないっすね。はい、今のところプルヒとかが来てないんでまだいいですけど、ちょっと辛いですね。ナイス。でもちょっと辛いな。A 行ってないな、まだ一個も。うん、デートに行かないといけないしな。37ね。肩だったら、もう行っちゃうか。うん、チャンスメーカー当たり。肩 A いかんか。うん、ちょっと怪しいですね。 S8? 怪しくなってきたな。例えばカラスマのパワーアップも来るみたいですからね。ちょっと楽しみですね。カラスマ小平か。小平なんかもともと結構強い方なので、強化されると呪いみたいにかなり面白くなる要素はありそうですね。
やばい。とく乾燥させてどれか A にしたいっすね。走塁以外 A にしたいっすね。ちょっときついな。 B にはなりました。うわー生きてー。しかも筋力じゃねえか。デートが乾燥してないでやんす。やっぱり天本よりセンスですね。それ。シラス大展開で迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面で中断し。センター見上げた。シラス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。打ったこれは強烈。いった。入った入った。コツはまあ割と走塁と送球以外は当たってる方だと思う。ツーアウトランナー2塁という場面で。おおナイス。たまに出るまぐれでフォーク打てるやつ。スタジアム用にヒットの練習でもしますかね。できねえか。ボールでした。オッケー。頼むからちょっと筋力、いやーちょっとどれか A にして。走塁じゃなくていいけど。肩61。休みますね。61いけなくもないですけど、休んじゃう。S8 くらいかな。なんか感触はないな。そんなに。シラス攻撃に入ります。トップバッターは10番真ん中にストライク。第2球、これはいい当たりだ。判定は同点だ。いった。悪くはないんですけどね。良くもないって感じですね。シラス追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で中バチ。第2球投げた。なんかものすごい名前の中バチ。第3球を投げた。打ったこれは強烈。いった。入った入った。シラスリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームラン。これは試合経験点はバッチリですね。8回の裏、シラス攻撃に入ります。先頭バッターは10番、今日5打点を挙げています。スタンド目入りましたパーリー。第2球投げました。打ったこれは強烈。いった入った入った。いやちょっと厳しいかもな、この選手。頼む頼む。青コツ、ちょっと雷筋力超えようよ。またほい。おメンタル70いくか。頼むから送球とかやめてくれ。ま北とこ勝負か。タイエース取りますか。正観と。もういいよ。うん、まあ競争心か。そういうとこ来る、来ますもんね、メンタルだから。ああ、おー、守備へんのか。うん、これで最低限、高速レーザーはもらいますね。で、レザービーももらってるんで、まあ悪くはないでしょう。シラス、追う展開で迎える2回です。バッターは10番。頑張るのパワーシード。4回の裏、シラス攻撃に入ります。トップバッターは中盤。ストレートはボール。まずは膝元。さあ次の投球、2球目ストライク。
ナイスです。ボールは中継、中鉢ツーベースヒット。シラス追加点のチャンスを迎えました。ノーアウト満塁という場面、打ちました、ツーベース、いった、入った入った。シラスレイドで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている中鉢、ライト方向へ持っていきます。掴んでこれで3アウトになります。うん、OK ですね。うん、この作戦で落としたっていうのは本当に、まあ正月と、あとは年始試合1試合ぐらい。で、あとは流れがそんなに良くなかったくらいだと思われます、ね。怪我、最後にください。怪我。タイトル。残念だったな、引きが。言わせて、いいだろう。いやー、技術こうなるんだよな。これがなんかデフォルトみたいな感じします。いやー、やべ、割と精神が全部なくなるやつだ。どうでしょうね、 S 級くらいは行くと思いますけど、 SS 行くかどうかは正直今んとこ微妙ですね。とても、やばい、逆転のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁3塁という場面で中盤、抜けろー、よかった。逆転2対1。この気分やつけてる時はゼフ長の時にどんだけ打てるかですか。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で中盤、第2球投げました。ボール、カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目、投げました。これいったー、あと1本。6回の裏、シラス攻撃に入ります。先頭バッターは中鉢、今日5打点を挙げています。わー、ナイススライダー。第2球投げました、打った、これは強烈、いった。これで経験点は大事ですね。あとは試合勝てば、まあ割とまとまったかなと。今日2打席連続でホームランを放っている中鉢、サード強襲、大強襲したけどアウト。3アウトチェンジ。シラス、そう、エラーついてるはずなのにうまかったな。あ、サードが石澤くんになってましたね。五十嵐じゃなかったですね。よし、多分4600か9000手前くらいかな。8600くらいは出てると思いますけどね。うん、あ、計算力って300出てます。これはいけるな、したら。いけるはず。S も乗せられるのというか。怪我取りてぇ。あー、やばい。もうないポイント。ダメだ、S 乗せられない。ですね。これ取るし。レーザービームかな。あら、技術足りません。対左諦めか、マジ。あー、足らんな。221、これはあれだな、これは怪我の流れだ。怪我と走塁かな。接戦取る、いいか、筋肉すごい使うし。初期1個取りますか。で、あとはシート。これ、守備。あ、よかったよかった、シーンできた。まあ、これでいいんじゃないですかね。これでいいでしょう。よくねえか。まだ1個、ちょっと、いいやつ残ってました。いいやつ残ってんだけど、いけねえな、技術が足んねえな。うぐぐぐぐぐぐ、キャッチャーまで取りたいな。
といくついるんだ。技術40、52か。52。これか。あやー、なんかとてつもなく大丈夫だこいつ。怪しいぞ。あんま大丈夫な感じしないっすね。85のおったなぎりでも。他もうポイント使えんもん。他は削れないっすね。はい。ちょっと S 級だなっていう感じですね。うん、という感じでしたね。そうだな、もうちょっと、いやー、ちょっと足んなかったな。そうですね、もうちょっとでしたね、本当に。まあ、弾道2段、もしくはパワー S でも、まあ、結構乗ってたかなとは思いますけど。いやー、天本じゃダメだな。というのがよくわかる動画でした。9300乗せてもダメだったもん。そうですね、まあ取りこぼしほとんどできないですね、天本で SS 目指そうとすると。いやー、頑張ったつもりではありましたけど、そして経験点も思ったよりは出てましたけど、まあ天本で行くなら9000後半は欲しいかなという感じと、コツ系の引きですね、もう結構ドンピシャできてないとポイントバランス崩れて、ああどうしようもないという状況に落ちかねないですね。で、代打の神様を引ければベストという感じの流れだと思います。で、あとはまあゆっくりいろんなサクセスしながら進行校を待つのかな。ピンゴチャレンジもまだ終わってないんで、ちょっといろんなサクセスをやっていきたいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのコメント、ライクボタンお待ちしております。また、ツイッターのアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。